も自ら再構築し進化を図る未来型の生産形態であるスマートファクトリー、それを実現するのが三菱電機の e ファクトリーと AI 技術、そして知能化ロボットです。この度皆様にはこのスマートファクトリーを具体的なデモンストレーションを通してご紹介いただきます。デモンストレーションではマウスパッドの面についてお客様から個別にデザイン制作から内部情報までカスタムオーダーをいただき、その後ピッキング、印刷、内部、検査、納品までの工程をご紹介いたします。自動化ロボットの e ファクトリーによる変化するオーダーへのリアルタイムでフレキシブルな対応、スムーズでスピーディーな変化、さらにはエッジコンピューティングの活用により各地で容易な運転管理などを可能とされます体の中に入れる点滴バッグなどの中に菌が含まれていないことを確認することを、検査するものであって、飲料、食品、製薬業界において出荷前製品の抜き取り検査で必ず行われる工程です。さて、この製菌数試験ですが、多くの製造現場ではクリーン環境下で人が検査を行っており自動化が進んでいません。その大きな理由は人による熟練技を機械で再現することができなかったためです。また人手による作業は菌の誤検出につながる原因となり、かつ多くの検体を繰り返し取り扱う作業となるため自動化が強く要望されていました。安川電機では今回衛生環境に対応したオートマン MH5BM を開発し、人から起因して菌が混入することを防止するとともに、かつ人の熟練技をロボットで完全再現することでこれらの問題を解決いたします。ではこれからご覧いただくのが人の熟練技を必要とするフィルターの取り扱いについてです。これからその動作をご覧いただきます。カップを外した後にピンセットを外したロボットがピンセットを器用に扱ってフィルターをつまみ取り、フィルターとほぼ同型の容器に対して気泡が混入しないようにゆっくりと丁寧にフィルターを挿入していきます。この作業が人の熟練作業にあたるのですが、今回ロボットで完全再現できることがご覧いただけました。本装置に搭載されているオートマン MH5BM は菌の付着を防ぐために表面のボルトをすべて排除し滑らかボディ構造としています。また菌が付着した場合でも過酸化水素等で洗浄できるような塗装仕様となっており、かつクリーン環境下で使用できるクリーンロボットではありますため、飲料、食品、製薬業界における自動化に大きく貢献することができると確信しています。以上で製菌数試験ロボットシステムのデモンストレーションを終了いたします。ご清聴ありがとうございました。
では引き続き隣のブースにご移動ください。はい、それでは今からこちらのブースの人とロボットの融合の事例としまして、熟練作業者の技をロボットへ伝承する実演教授機能についてご紹介いたします。よろしくお願いいたします。こちらの機能は現在ロボットが持っていますような複雑な形状のマークをロボット手前の研磨機に押し当てるデモンストレーションを通してご紹介したいと思います。それでは早速紹介に移らせていただきます。逆に領域を現在研磨作業は熟練作業者の匠の技であり、数値化することが難しいためなかなか自動化につながりにくいとされておりました。ですが今回ご紹介します実演教授機能では、中央にあります教授用デバイスを用いることでその匠の技を数値化することができるようになりました。それによりロボットが人の動作を再現することができるようになったのです。ではどのようにして再現するのか、実際に教授の様子をご覧ください。まず作業者はこちらの教授用デバイスを用いまして実際に研磨作業を行っていきます。この時教授用デバイスの各軸手先にはセンサがついており、そのセンサにて作業者の手先の位置、姿勢、力加減を計測していきます。その計測結果に基づきロボットの動作を作成していきます。ですがこの時自動作成されたロボットの動作は実際に教えた教授した動作とは少々ズレが生じております。それは研磨機やロボットの配置誤差によるものが原因となります。そこで今回こちらの機能には学習機能を用意いたしました。こちらデモンストレーションで学習機能を見せますと少々お時間がかかってしまいますので動画にて説明させていただきます。右上のモニターをご覧ください。こちらの動画はロボットが繰り返し学習を行うことにより動作を自動調整し人が教授した動作に近づいていっている様子を示したものになります。白い波形が人の動作の力波形、青い波形がロボットの動作の力波形になりますが、見ていきますと青い波形が白い波形へ徐々に近づいていっていることがお分かりいただけるかと思います。このように配置誤差によるズレもこちらの学習機能で解決することができるようになりました。それでは準備が整いましたので実際に学習1回目の動作をご覧ください。中央のロボットにご注目ください。ご覧のようにロボットが先ほど作業者がしていたような研磨作業を再現していることがお分かりいただけるかと思います。このように実演教授機能と学習機能を用いることでロボットが人の動作を再現することができるようになりました。他にも力センサーを用いた研磨作業に役立つ機能を各種取り揃えておりますので、何かございましたらぜひこちらのブースまでお問い合わせください。以上でこちらのブースと人とロボットの融合をテーマにした4つのブースの紹介を終わらせていただきます。次は皆様の関係の人との説明についてご紹介します。皆様からの右側のロボットにご注目ください。こちらは他の人との関係を紹介しました。新型のサウンドモーターです。こちらのサウンドモーターは高級モーター、新型の車線モーターを採用しています。同時にヤスターコックピットのアークモニターを用いて溶接状態の監視を行います。後ほどモニターに表示しますのでそちらにもご注目ください。それでは実演に移ります。強いアーク光が出ますのでアーク光を直視しないようご注意ください。
ご覧いただいたように高速のアルミ溶接でも安定した溶接がご確認いただけたと思います。またヤスターコックピットのアークモニターを用いることで現場の溶接状況がその場になくても確認することが可能となります。このヤスターコックピットは皆様の生産現場の品質管理システムを変える新たな機能ではないでしょうか。こちらのブースでは高品質アルミ溶接を可能にした製品技術についてご紹介しました。これらの製品はこれからの生産現場で必ずや活躍すると確信しております。以上でこちらのブース紹介を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。次はこちらのブースでご紹介いたします。こちらのブースでは新型のガルバノスキャナヘッドを用いたレーザー溶接システムについてご紹介いたします。こちらのシステムはアーク溶接のような線状の溶接を強化する新システムです。大きな特徴が3つございます。1つ目が設備のサイズです。こちらの新型のガルバノヘッドは安川電機のガルバノモーターとリモートレーザー機能の技術により最大 8kW の高出力レーザーに対応しながら重量 7kg というコンパクトさを実現いたしました。ご覧いただけますようにアーク溶接ロボット AR1440 に搭載可能です。またプロセスファイバー以外の配線配管はすべてロボットの中空部を通るすっきりとした偽装を実現しています。2つ目の特徴は誘導の広いレーザー溶接です。従来のレーザーでの直線溶接ではこちらのように溶接線の幅が非常に狭くワークの逸れやギャップが生じた際にうまく溶接ができないといった課題がございました。本システムではこちらのようにガルバノヘッドによって円や直線といったパターンを高速で描きながらロボットを動作させることにより溶接線の幅を拡大してワークの逸れやギャップが生じても良好なレーザー溶接を可能にします。3つ目の特徴は高速なガルバノの制御を生かした溶接品質の向上です。こちらは円の半分を高周波数半分を低周波数で動作させています。このようにパターン一周期の中でレーザーの条件を細かく設定制御することが可能です。これを用いることで例えばテーラードブランクの付け合わせ溶接の際に板厚の違いに応じてレーザーの条件を変更し良好な溶接が可能と考えています。またこちらのパターンは最高 500Hz という高周期で描くことが可能です。これによりパターンを描きながらも高速な溶接を可能にします。それでは実際の溶接の模擬動作を行います。前方左側の L 字継ぎ手にご注目ください。ロボットの速度は 9m/min となります。ご覧いただけますように非常に高速で溶接が可能です。実際の溶接の様子は前方のモニター右側の映像でご紹介しております。フィードの外観や高速に溶接ができている様子がお分かりいただけると思います。また溶接済みのワークは前方に展示しておりますので後ほどご覧ください。次に曲線の模擬動作です。前方右側円筒状のジグもしくはこちらのモニター左側の映像にご注目ください。このような溶接では溶接線の進行方向に対するパターンの向きを常に一定に保つことが溶接品質上非常に重要となります。本システムではロボットコントローラーがガルバノスキャナを制御することによってご覧いただけますように溶接線の進行方向に対してパターンの向きが常に一定に制御されていることがお分かりいただけると思います。これを用いることで例えば自動車の排気系のパイプの溶接にレーザー溶接を適用することが可能なのではないでしょうか。本システムは今までレーザー溶接を適用することが難しかったワークに対してレーザー溶接を適用しお客様の生産性を高めることができるシステムになると考えております。以上でこちらのブースのご紹介を終わります。どうもありがとうございました。次のスポット溶接のブースでお進みください。こちらにお願いします。
こちらのブースではこれからのスポット溶接ラインに向けた3つのソリューションについてご説明いたします。1つ目は車体軽量化のために必要となる新しいスポット溶接技術の導入です。アルミスポット溶接では大電流が必要となるため電線や冷却水用のホースが増加します。これらの配線をロボットに内蔵するためには十分な配線経路を確保する必要があります。そこでお客様向かって左にございます新型スポットロボットモートマン SP225H をご覧ください。こちらのロボットは安川電機が誇るモーター技術で実現した扁平モーターにより業界最大となる直径 75mm の配線経路を確保しました。これによりアルミスポット溶接で必要となる多数のケーブルをロボットに内蔵することができます。またご覧いただいている SP225H は株式会社ナデックス様のアルミ溶接用タイマーと電用工業者様のアルミ溶接用スポットガンとを組み合わせてアルミスポット溶接システムを構築しております。こちらのシステムで実際に溶接したワークを前に展示しておりますので後ほどご覧ください。2つ目はスポット溶接ラインの運用コストの削減です。ライン運用のコストを削減するために定期的に必要となるモーターのバッテリー交換をなくせないかと考えました。そこで安川電機が開発したバッテリーレスモーターをスポットガン用モーターとして初めて採用いたしました。これにより従来必要であったバッテリーの交換費用を削減することができます。3つ目はスポット溶接品質の向上です。右側のモニターをご覧ください。溶接品質の判断基準としてモーターのパルス位置、トルク、速度、溶接電流波形を解析する必要があります。しかし従来これらのデータはタイマーとロボットのデータを統合する必要がある上、統合した膨大なデータを管理することが困難でした。そこで安川電機は安川コックピットの技術により従来困難であったこれらのデータマネジメント機能をお客様に提供いたします。こちらの機能ではサーバーに接続されたロボットのスポット打点情報を自動収集することができます。さらに収集したデータはロボット別、ジョブ別、打点別に分かりやすく管理することができます。これにより品質問題がどこで生じているかを見える化し、溶接品質の傾向を一目で分かるようにすることが可能です。また安川電機は多種多様なロボットをラインナップしており、お客様のスポット溶接ラインの構築をサポートいたします。これらのロボットは最新コントローラー YRC 線に対応しております。右側にございますのは小スペース対応7軸スポットロボットモートマン SP100B です。以上のように i キューブメカトロニクスを掲げる安川電機はお客様が必要とするソリューションをソフト面、ハード面でトータル的に提供していきます。これでこちらのブースの説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。後方のブースへお進みください。皆様こんにちは。こちらのブースは YRC 線コントローラーによる高精度指摘の実験です。こちらにありますのがクラス世界最小サイズのロボットコントローラー YRC 線です。精密度な配置によるコンパクトな設置が実現可能です。また色づきでの変革が進んだと過去に求められる変革を満足するために YRC 線コントローラー